イギリス王室は天皇皇后両陛下が今年の春に国賓としてイギリスを訪問すると発表しましたまた菅官房長官は先ほど会見で4月から6月の間をめどに訪問する方向で調整すると明らかにしました両陛下が海外を訪問されるのは来代わり後初めてです最後まで見ていただきまして本当にありがとうございます これを機にぜひともテレ東ニュースのチャンネル登録をお願いしますこちらの画像をクリックしますとテレビ東京の経済ニュースをもっとチェックできるんですよよろしくお願いいたします